はい、こんにちは。今日はですね、韓国の住宅ローンバブル崩壊かというニュースについてお知らせします。韓国経済はですね、今、以前何度もお伝えしておりますように長期低迷型経済に入りまして、デフレへ突入しました。ただですね、この住宅の分譲価格っていうのが未だ上昇している模様なんですよね。特にソウルでは上昇しています。首都のソウルに総人口の約2割にあたる1000万人の人々が住んでいるということと、その周辺の、キョンギド、インチョンといった都市部にも、人口が集中しているということが背景にあるんだと思います。そしてですね、この住宅ローンがですね、もしかすると韓国経済崩壊への引き金になるかもしれません。ではですね、なぜそういうことが言えるのかということになるわけですが、ニュースをいくつか見てまいります。韓国家計負債の 74% を占めているのは実は住宅ローンである。韓国の住宅ローンの特徴は元金を払わず利子だけを払うという点である。利子だけを払うことになっているので、まだ問題が顕在化していないが、満期が集中している2019年には元金をも払わないといけないので大きな問題になるという指摘がある。住宅ローンのもう一つの特徴は集団ローンという制度である。この集団ローンは建設会社が金融機関と交渉して入居者に用意するローンであり、個人への個別審査はない。今年の1月から5月の住宅ローンの増加額19兆ウォンの 52.6% にあたる10兆ウォンの内訳は集団ローンであった。この集団ローンは個別審査がない分、後になって延滞問題を起こす可能性が高い。もう一つ別のニュースを見てまいりますと、韓国での、ローンの返済の仕方に言及したニュースです。ローン返済の仕方も日本とは異なる。日本では借金の元本を縮小して将来負担を軽くするため前倒し返済する家計は多いが、韓国では元本返済を猶予してもらい、利息だけを支払う方式を選ぶ家計が約7割に上ると言われ、統計上の債務総額を膨らませる結果を生んでいる。元本返済期限が迫れば借り換えをして猶予期間を延ばし元本の支払いを逃れているので、家計債務が減りにくい構造にある。韓国では土地・住宅価格の上昇神話が根強く残り、将来の一括返済を目論む家計が多いと言われる。で、こうして2つニュースを読んでまいりました。このようにですね、韓国住宅ローン崩壊というのは、以前から言われていたことでありまして、今現状ですね、実際には起こっていません。それはですね、記事に出てきたように元本返済期限が迫れば借り換えをして猶予期間を延ばすということができるということですよね。あるいは銀行からすれば、もしこの住宅ローンの返済が滞って、不良債権化しそうになったとしてもですよ、この分譲価格自体は上昇しているので、その転売できるわけですよね。なので、ローンが滞っても、資金回収はできるという構図ですよね、現状ね。しかしですね、こうした今の状況がもしかするともう続かないんではないか、つまりは、住宅ローンバブル崩壊を引き起こす、トリガーとなりうることが来年2020年4月に起こる可能性が出てきました。それが今韓国政府が導入しようとしている民間宅地分譲価格上限制の適用です。ニュースを読んでまいりますと、これは今年の2019年7月15日 KBS ワールドラジオニュースです。政府は民間が供給する新築マンションの供給価格に上限を設ける民間宅地分譲価格上限制について、導入に向けて対象や時期、方法を検討していることを明らかにしました。韓国では新規分譲マンションを工事に入る前に契約することが一般的ですが、宅地分譲価格上限制は宅地費と建築費に建築会社の適正な利益を足した価格を政府が決めた方法で算定し、それを分譲価格、つまり販売価格の上限とする制度です。公共部門だけでなく民間が供給するマンションも対象になりますが、民間については2014年に規制を大幅に緩和して以来適用事例が一件もなく、制度は事実上形骸化しています。それを政府が
復活させようとしているのは、住宅価格の高止まりが続く中、分譲価格の上昇が目立っていることが背景にあります。去年6月初めから今年5月末までの1年間、このニュースは2019年今年の7月15日のニュースですね。1年間ソウルで民間が供給した新築マンションの分譲価格は平均で 12.54% 上昇しています。分譲価格の上昇に歯止めをかけるため、政府は制度導入を決めたのです。あと省略します。で、韓国の例えばソウルではですね、このソウルの住居っていうのはほぼ集合住宅で、戸建て住宅が占める割合っていうのが1割未満だということなんですよね。で、そうした状況をちょっと背景として考えますと、で、まずこの韓国の住宅ローンの特徴として、元金を払わず利子だけを払うという点があるということですよね。で、プラス集団ローンという個人への個別審査のない、後になって延滞問題を起こす可能性が高いローンであるということですよね。そして韓国ではもう経済自体はデフレっていうか長期の、低迷経済に入ってるわけなんですけれども、そうした状況の中でもこの土地住宅価格の上昇神話が根強く残っていると、つまり将来の一括返済を目論む家計が多いと言われています。で、こうした状況の中でもし韓国政府が来年2020年4月に民間宅地分譲価格上限制を導入したらどうなるでしょうか。宅地分譲価格に上限を設けることで、今まで韓国で続いてきたこの土地住宅価格の上昇神話が崩れます。で、今までですよ、銀行はローンをその個人が払えなくなってもですよ、不良債権として抱えることなくその転売できたわけですよね。っていうのはその土地とか住宅価格っていうのは上昇してきたわけですから、ですから、自分たちの思う価格で転売して資金を回収してきたわけでしょうけれども、この民間宅地分譲価格上限制が導入されてしまいますと、その上限価格っていうものがいくらにできるのかっていうことに規制がかかってしまうわけですから、その銀行の売りたい価格で販売できなくなるわけです。そうしますとですよ、もしその元金が支払えなくなって、滞ってしまった、個人のこの住宅ローンっていうのはこの一気に不良債権化するわけです。つまり銀行が思った価格で転売できなくなるわけですから、そうしたらですね、それを契機に韓国の住宅ローンバブルっていうのが一気に崩壊しまして、銀行は資金を回収できず、一度にですね、大量の不良債権が出る可能性があります。で、もし一気に大量の不良債権が出れば、銀行は破綻しますよね。韓国の場合、宅地分譲価格は、バブルになっていても、その韓国経済はバブルになってないわけです。それどころか長期低迷経済に入りデフレになってます。つまりですね、韓国の国家財政、企業業績が大幅に悪い中にあって、住宅ローンバブルが崩壊するという構図になります。で、日本のバブル崩壊時っていうのは、僕はまだ子供でしたけど、覚えてるのは結構日本の経済もイケイケどんどんで、日本の企業の中にも儲かってる人とか儲かってる企業っていうのがありましたよね。で、あれで崩壊して、一気に不景気になったわけですけど、韓国の現状っていうのは今大企業を含めどこも儲かってないんですよね。それどころか韓国経済は今大不況と言っていい状態ですよね。で、その状況での住宅ローンバブルが崩壊っていうことになっちゃいますと、韓国から外資が一気に引きますよね。で、ここでもう一つニュースを読んでまいりますと、通貨危機以降、韓国は外貨準備を増やして現在は4000億ドルを保有している。しかしそのうち3000億ドルは有価証券で、キャッシュは1000億ドル弱しかない。いざという時に足りない可能性があります。元東洋経済編集長で経済学博士の勝又氏。産経新聞特別記者で韓国経済に精通する田村氏は、通貨危機につながりかねない韓国市場の特性を指摘する。IMF の融資後、自由化された韓国の金融市場は海外の投資家の影響が急速に強まり、現在は上場株式市場の時価総額の5割近くを外国人投資家が保有している。しかもそのほとんどが長期保有ではなく短期保有です。こ
こうした投資は逃げ足が早いため、減速局面では市場の大きな不安定要因となる。つまりですね、韓国経済が今長期低迷経済でデフレで、財閥を中心とする韓国の屋台骨とされる企業がどこも大幅減益で、来年はそのつまり大幅減益に伴う大幅税収ダウンというショックが韓国経済を襲うわけです。でそこへ来て来年4月にこの韓国政府が導入しようとしている民間宅地分譲価格上限制をやってしまったらですね、住宅ローンが崩壊する可能性は高いと思いますので、韓国経済が来年2020年4月の民間宅地分譲価格上限制を契機にですね、住宅ローンバブル崩壊、一気に韓国ウォン大暴落というシナリオは、十分あり得ると思います。今年のこの11月12月の、韓国の政治状況、そして来年4月、この住宅ローンに関するですね、民間宅地分譲価格上限制の行方、そして4月は総選挙ですよね、韓国で。という形で、これからの半年間、韓国の政治経済は大きく動くものと思われます。ありがとうございました。